はい、ということで、こんにちは、くんです。今回は、なんだっけこのゲーム、三剣ランドやっていきます。沈んだ世界。今回は船を作って、それで略奪に行って人から資源を奪い取るってことをしようと思います。お、拠点も多分ちょっとしたら強化しないと多分ね、いけないかも。で、布を集めたらちょっと作れるんで、皆さん布を集めてきてください。おいし、はい、じゃあ村行ってきますね。俺アパートメント行こうかな。まあ何でもいいけど、まあみんなで行かなくても別に。そう、飯誰か担当できない。俺物資行ってくる。布と木とですよ、ね。まあ、魚だったらまあピンと一緒に集まるんじゃない、魚肉で。でちょっと試したいのが、硫黄ちょっと取ってみたい。あの近接武器弱いからさ、なんか銃持ってる人近接武器くれませんか。やだ、え、味方作るしかねえか。すごい、間違えて返すわ。じゃあ、え、でもできたの。そしたら丸腰にならん。なんとあります。あ、こいつね、そう、金属の斧みたいな。あ、マジか。超異互換の斧持ってるから。あ、じゃあできた。ハイパー、ハイパー、ハイパーアクス、ハイパーアクスでアルティメットインパクト。なんか殺されそうだな今。殺そうっすよね。ありがとう。なんで俺これ死にかけてんだマジで。いや、なんかさっき銃声と一緒になんか光る弾が。ねえ、そうだよね。なんか銃声が轟いたと同時に俺の命は一瞬で刈り取られてしまいました。えっ、旬で旬で死んだ、もしかして。死にかけだからむしろ恐ろしいかもしれん。だるい、そっちの方が。出血してる、出血してる。あ、やべえ、バンテージを巻いてください、バンテージを巻いてくださいって言われてる。バンテージって布いるんじゃないの。布いる、いる。ダメってこと。ダメじゃん。あの海潜って、あのソファー叩いて、みんな。おめえが叩けよ。叩いてんだよ、もう一生懸命。洗濯機も漁ってんだよ。洗濯機の中に布クソほど入ってるから、みんな叩け。なんかこう近海はもうだいぶ取り尽くしてるっていうか、なんかないかもな。マップ押してあれ見えるから、漁ってる量。あ、何パーセントみたいな。そう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 、多分それが多分漁ってる量だから、そこ。あー、じゃあ結局湧いたらもうないのか。ワンチャン、物資は大切に。闇雲に撃つもんじゃないと。そう、分かった、インキャさん。いや、俺じゃないな。となると犯人は犯人一人、まあ、銃持ってる人二人しかいないから。二分一だから。うん、クーさん急に喋らんくなったんけ。どないやねん。いや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 、普通に俺は集中してたよゲームに。ちゃうんだよ、集中する前に反省すんだよ、どう考えても。集中して許されるもんじゃねえだろ、どう考えても。むしろ集中してた普通に。やば、布3枚あればできます。こっちに誰か回収しに来て。布こっち俺めっちゃ持ってる。お前が持ってこいよ。全員どうせ戻んなきゃいけないから戻れば。亀さ、肉1個取れるけど、なんか生肉っていうやつなんだけどさ、これ魚の肉よりもしかしてうまいんじゃない。ああ、焼いたらと。そうそうそう、なんか1個しか取れないガチ。生肉1個。かまどみたいなのも作りたいんだけど、かまどはゴムがないんだよ。ゴムがあればできるか。作ってみる。ゴムは、いや、多分どっか多分どっかしらに入ってると思いたいが、タイヤない、ない、ない、ないかな。品切れっていう意味でないかも。何がいらない？お前だよ。いや、間違いなく俺の方が物資集めてんだよな、お前より。お前いらないよ、インケさん、今。争い始まった。また戦いが始まろうとしてね、これもしかして。お前、拠点帰ってきたら覚えてろよ。言っとけ、カス、マジで。カスがどれだけ喋ってもカスはカスなんだよ、言わろうとも。プーさん、さっきの銃弾ちょっと分けてください。本当にクソカスだった。大丈夫だよ、俺暇人にあげるわ、ある意味で。カス2人目。あ、もういいよ、俺。別の場所で俺発展させるか、もう。争え、人類。第三勢力出てきた。オッケー、布取りま9あったら行きますよ、くんさん。全然余裕。拠点の前の金属のチェストに入れときますよ。はい、じゃあ拠点前集合で。マジニさん、どこに置いた。この手前のコンチェストに。ゴムはなかった、別に。ゴムはないっすね、ちょっと。まあまあ、どっかで入手だな。そうっすね。あー、なんかちっちゃい可愛い帆船だ。はい、できたよ。おー、すごー。おー、行きましょうみんなで。これでちょっと乗ってもらって。おいい、ちょっと待ってね。持ち物とか全部置いてった方がいいと思う。なんかその運搬作業があるから。え、それ爆発しないそれ。怖いアイテム。これフレア。いや、怖い怖いよ。え、フレアはなんか漁ったら出てくる、簡単に。多分これなんか海底の中を暗い奥底漁る時とかにこれが描くと明かりになる。え、なんでお前それを浜辺に投げんの。クソほど余ってたから見せたかった。いくよ。そう、
自慢したかったんだ。はい、乗って乗って。そっか、陰キャさん、そっか、外の世界知らねえもんな。もう一人、もう一人乗れるよ。もう一人乗れるよ。な、陰キャさん、マジであいつ、物資使うだけ使って、お前、楽勝してんじゃねえ。今からみんなで働きに行くんだ。よし、行くぜ。おい、暇人降りろ。乗ったよ。いいよ。ちょっと、奴隷船これ。なんか、すごい寿司詰めなんだけど、陰キャさん。早いな、早いな。おいおい、予想の数倍早かった。いや、これ、嘘だろ、これ、66キロって、何の冗談なの、これ。これアイアンスカル基地ですか、ミュータン。そうそうだよ、そうだよ、アイアンスカル基地だよ。おお、いよいよ。で、結構ちなみにマジで死ぬ、ここは。敵は生きてるのは今見える限りは4名、今双眼鏡で覗いてます。ようやく俺の死に場所が見つかりそうだな。でで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 、おそらくドラム缶などの物資もたくさんの芳醇の、おお、うますぎるぞこの島。楽しそう。え、やばいやばい、え、はっ、死ぬからな、マジで。クンさん、マジでやめて。敵のあれ、敵がなんか撃ってきてる。上陸阻止を走ってる。攻撃されるんだ、この島。結構やべえな、やっぱ。いやいや、マジで攻撃はマジでされるから。マジマジクンさん、あ、マジマジクンさんやめて。ほんまに普通に撃ち殺したくなるわ。上陸。マジで普通に俺瀕死したわ。ちょ、みんな頑張って。行くぞ。いるいる、もう。ちょ、マジ出血してる、クンさんのせいで。死んだわ、ごめん。もう。ヒロミさんどこ、ヒロミさんどこ。やった帰るわ、ごめん。で、キヨコ、前行って、前行って、キヨコ。え、前ですか、俺が。あ、やばいやついる、右側が。これ、いや、右。え、このおっさん、呼べ。このおっさんの武器。このおっさん、死なねえ、このおっさん、死なねえ。このおっさん、死なねえって、まず、やばい、やばい。やった、イニーの犠牲で、十文字殺した。おお。いや、マジ、俺、ちょ、もう、ごめん、俺、ちょ、待って、俺、死ぬわ。これ無理だ、これ。どうしたの、ひまちん。俺、包帯ある、包帯ある。ひまちん来た？いや、もういい、俺、自分で作る。いや、もう、なんか、俺、クンさん、絶対旅しね。決めた、俺。ちょ、ひまちん、助けて、やばい。勝てないよ、これ。ひまちんいないと。いや、俺も普通に勝てねえよ、こんな味方がいたら。だって、そこの近海、サメ泳いでる。サメもいるっぽいね、なんかね。うん。じゃあ、行くか。マジでこれどこにいるかわかんないから。多分2人で撃てばでもいけるんだよな。あなたは何か持ってる。あ、俺銃でワンパン圏内なんだよな、これ。行っても無駄だな、俺。いや、銃持ち殺したんじゃね、あの1人だけ。いや、まだまだ行けない。あの1人だけだったってこと。いや、もう殺した、1人は殺した。あ、じゃあ行く。いや、てか、なんなら島に人が、あ、いたわ。頭当てたはいいかも、ワンパンだった。あ、もう一人いる。敵をいるよ、いるよ、2人いる。ちょっと待って、弾もったいないから。いや、もう。これ奥のやつやる。もしかしたら。バックステップ。いや。やべ。いや、多分やりきったかも。これ敵？あ、これ敵か。これ敵か。敵や。え、なんか、我々分かりやすいようにさ、なんか、服ちゃんと選ばないと。ちょっとね、なんか多分。見た方がいいかもね。似た服なんだよね。あの、なんかネイビーシャツ見つけた。おお、いいやん。かっこいい。我々の制服作りたいな。なんかめっちゃあるよ、なんか銃の部品とかもあったし。そう、めっちゃ焦れる今ここで。あ、洗濯機が布めっちゃ入ってるんで、これぜひ洗濯機漁ってください。オッケーオッケー。はい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 。これさ、近くのこれ、このままなんかいけそうだけどな。近くもなんかミュータントのイカダもいけるんじゃないかな、ワンチャン。もうやっちゃってもいいっちゃいいかも。押し勝てそうな気がするけどね。一旦こう船にいろいろ詰め込んで、積みに。おいおいおい、トゲのあるクラブとか入手したぞ。それマジでエグいっすよ。かっこいい。俺もあるわ、これ。もうと、俺間違えてるっすよ。え、実際にそれ持ってたら間違えて撃つかもしんない。いや、なんか本当に間違えて撃ちかねない、マジで。それ持ってウロウロされたらやばい。どんどんギャル化していく。いや、俺の服がえ、これなんか死んだ人のもの。これなんかここ超いっぱいあるけど大丈夫これ。あ、前のかなこれ。そのあー、昔のやつか。そうそう、昔の遺品か。遺品だこれ、この辺。たかくんさんにしか見えないから、多分昔すぎて。あ、そういうこと？ちょっと待って、回収するわ、昔のやつ、遺品。そんなすごいのありました？え、なんかすげえ異様な数あるよ。ほんとになんかそこで全員死んだから、銃に。されて。多分ここでもう、当時集めた武士たちがなんか、めちゃくちゃある。やばい、サメだ！え？サメの皮重要だから、それ殺してくんね、インケさん。殺してくんね、サメ。殺してくんね。いやいや、そんなん無理でしょ。え、これさ、これなんかスカートとかなんかそこら辺入れんのやめとかん。そチェストにスタックできねえ。衣類ある。衣類はもうできるだけ着といた方がまあいい。うん、俺衣類だって、俺囚人みたいになってもちゃんと服。
え、フレアめっちゃ明るくならん。これ本来夜使うもんなんだろうね。え、フレアでマジ景色変わったよ、周りの明るさ。これサメハンター行きませんか、これ。サメハンター行くどこ、インケさん。あのね、左、ちょっとね、一緒に潜ってくんない？俺の見てる方向見て。そうそう、左の方に。いいの？あー、あれか。あれ泳いでたもん。あれ、サメ。あ、無理だ。船で行った方が良くないか、でも。うん、そう、船で、みんなで、上ら辺まで行って。一回これ帰ります？物資が AVA ほど多いから。めちゃサメでしょ？あ、イルカかと思ったけど、サメだわ。一回帰って、また狩りに行く。うん。まあ、じゃあ、とりあえず帰るか。うん、発展しちゃった方がいいような気がする、これ。めっちゃ、え、これ対象っすよ、対象マジで。やったね。アパートメントも結構うめんだよな、まだ 42%。 ちょっと待って、あのクンさんどっち行ってます？あれミュータントレイド行ってない？これ多分方向的に上陸方向にしてね。あのクンさん見えます？あのよく見てください、あの人影を。あの数が4人ぐらいいるんだけど、なんかえ、しかも10持ち2、3人ぐらいいる。え、ちょっと待って、帰る、降ります降ります。いいね。もう行くぞ。テンション上がってきたぜ、新しい家。暇人、これ遠距離狙撃できる、これで。暇人、狙撃しよう、これで。いや、クロスボウのや当たってる気しねえよ、これ。クロスボウもらったわ。狙撃しろ。外したー。やばい。いや、でも大丈夫。食らってない。戦争みてえだ、戦争。近づけてくれ。あのイカだよ、近づけるよ。やばいな。近づいたらやばくないですか？あ、角ついてて当たんねえ、これ。これどっかで止めて、あの上のインキルビキのやつだけ殺して。いやでも一応当たってた、一人死んだ。上陸ー！当たってる、普通に。ここの樽だ。上陸行ったら、男衆が上陸行ったぞ。俺はギャルなんだよ。遠距離隊やってるから、近距離をやってほしいかも。必勝一撃、これ必勝一撃。やった。この戦い方、樽の裏マジ強い。俺とて記憶はね、なんか周りからなんか撃ってる。オッケー、屋上制圧。あと1体いる。あ、屋上俺かも、それ。あと2体、俺の樽の前。うわぁ、え、うん、右、うん、俺の樽の前。え、右？え、なんかさ、今さ、ガンガンみたいな、なんか船に取り憑かれてたくない？なんか今右から食われてる、俺今。船の様子がおかしかったわ。よし、上陸。まだいるくない？いや、殺した。オッケー、ナイス。やばいよ、この樽の前見て、死人だらけ、マジで。まあ、もう持てるだけ持って帰るか。生肉、キャベツ、じゃがいも。めっちゃ、こいつら水もめっちゃ持ってるし、布もめっちゃあるね、いいね。おお、黒クラフトするか。なんかでも、アイテム、ボックス、あった、なんか、しょうもなさそうなものがいっぱいある感じ。うわ、俺めっちゃいい物に履き替えちゃった。まあ、ただ、なんかそんなにたくさんはなんか物ないね、ここ。ゴムがあればすげえよかったんだけど、ゴムないよね、全然。やっぱゴム、下行かねえとダメなのかな。ゴム一応さっきの島から8個ぐらい取ってきたよ。ああ、ナイス。それなら。まあこんなもんじゃね。帰るか。帰りましょうか。はーい。帰還します。デキさん。帰還します。あれ、陰キャ大佐も帰ったの？陰キャさんも帰った。うん。おー、なんか今回ね、2カ所も制圧したね。でもいいね。ノリと勢いで行ったけどな、本当に。デキさん見て、俺らクソかっこよくね。ちょ、男子のセンスわかんない。なんか水の上になんか作りたいよね、最終的に。いやマジでそう、水曜城塞作れるんじゃないかな。でも金属の柱とかあるから多分いけると思うけどな。帰ってきました。ただいまー。じゃあチェストに入れます。ちょっといろいろ物資で。ゴムって意味あるとか。あー、ねどっかのチェスト入れたんだけど、多分暇人さんが置いたあの鉄のチェストかな。 OK、 見てみる。ないね。え、持って帰ってきたよ。え、ない。なさそうですね。ああ、船の中にとりあえずゴム10個入ってますね。ああ、オッケー。で、こっちの船にもゴム17個入ってます。え、いいね。ベストデイエバー。なにこれ。いや、なんかあった。拠点可愛くなった。かまどの建設しまーす。おいし、え、朝やりません。せっかくのお披露目なんで。かまど、確かに、それもそうだな。暗いし寝る時間じゃない。あ、これまだ寝ましょう。もうちょっと働けって。いや、あ、本当だ。もうちょっと働かなきゃダメ。本当にあとちょっとなんだろうな。
なんでわかんだよ、おい。いや、勘。絡みだる、インギャさんの。え、待って、でもゲージが進んでんだよ、この。マジ？わずかん。黄色い輪が完成しちゃってる。マジ？うん、え、それ勘？いや、勘じゃない。確実に進んでいる。進んでる。うん、さあ、来い。あ、まだ？え？え、な、1日進むの遅いな。これでまだな。ちゃんと。だから9時に寝れるんじゃないか。あー、ね、あ、上ね、そうだ、本当時間映ってるわ。あ、全然20時43分だった、寝れる時間。はい、了解です、寄ります。寝るよ、はい、寝れない。じゃあ、オッケー、寝れた。じゃあ、ちょっとかまど置きます。かまど、併設記念日。はい。おお、え、しょっ、いいっすね。しょっぽくないやつ、ね。全然じゃあ、もうちょいなんかガッツリした感じかと思ったら、結構なんか年季の入った感じで。でこれで鉄鉱石が、鉄鉱石とあと、あ、なんだっけ、ね、いろいろ作れるようになるんですね。銅あった、ちょっと見てきますわ。ありましたよ、銅。かまどもう一個作るわ。いよって今いります。あ、よい、もう使えるよ。オッケー、じゃあ取っとくわ。銅インゴットは多分旅しなきゃ無理だな、どっか。いや、どうなんだろう、なんかそこにいないんかな。まあまあ、一応行ったことない場所とかもいくつかあるから。まあ確かに。え、ちょっとあれしたいかも。ちょっとこのチェストの移動させた方がいいで、今日これチェスト作って、この中にあるもの全部こう剥がして持ってくるみたいな、こう木材チェストとかを並べて、この中に物を移すって作業しないと、なんかもう入りきらんみたいになってる。旅行けないっすよね。銅鉱石、ちょ待ってくださいね。銅鉱石があったら、まあ一応次のレベルに行けるみたいな。最初に制圧した島にあった気がする。あー、でも、インカ転生、ピッケルで取ってきたんじゃないの？俺、鉄しか取ってない。あ、銅鉱石、ここ、なんか、昔、漁ったと思われる銅鉱石あったわ。お残骸あった。敵殺した時に出たやつもあったんだよね。多分、そういうテンションのものかもしれん。まあ、とりあえず、研究レベル第3まで上げて、なんか、もっとでっかい船作れないかなっていうので。お、あった。電子基板とかも手に入るようになってきたな。待って、鉱石検出器とかあるんだけど、なんか電子基板で作れる。あ、そうそうそう、あれ、あ、なんか出ましたよ。なんか鉱石多分それで見れるっぽいんで、あ、ワンチャン作ってみても。あと黒色火薬だな。あと必要なのは硫黄があれば黒色火薬とか作れる。あるある、めっちゃある。このアパートめっちゃある。あ、オッケーオッケー。じゃあ、まあ、いつかは、いつか満ちるわけだ。え、クンさん、そっちに鉄あれってあります？鉄インゴット2個あります？あ、やろうと思えば、今練成中というか、なんか作成中だから。ああ、それで作って鉱石ちょっと集めてきますよ、さらに。ああ、ああ、それで多分鉄鉱石さらに倍に増やせんじゃないかなって。あ、ね、これね、物焼くの若干めんどい。あの、人間の手で丁寧に丹精に焼かなきゃいけない。やばい、ハンマーヘッドシャークいる。待って、これ以上の狩りは僕無理かもしれません。身に危険を感じた。あ、2匹のハンマーヘッドシャークがいた。遠くに行けば行くほど、おそらくそういう感じなんだろうな。あの、エアタンクってのを作れます、あと。お、ただ、鉄でエアタンクとか作れるから、まあ、なんかこの辺やってもいいかも、次で、あと、バックパック、あれ作りて。あ、そう、ゴムは俺今銃手に持ってんのよ。マリンフィッシュとサメの皮だから、サメ狩り切らねえとやっぱダメだな。サメとかはもうクロスボウ持ちに任せていい。クロスボウ使えないんだよ。水中でクロスボウ使えないから。マジか。いや、わかんない。まあ、会場から撃って当たんのかわかんないけど。まあちょっとあと一通り終わったら帰ってきてほしいかも。なんか次の段階に行けるかもしんないから。お。次の段階行けたらどっか冒険してもいいかも。やったぜ。研究テーブルのレベルが多分もう上がる。あの、レベルアップさせました。船系は多分無理だな、これ。あ、金属探知機って作れそうですか、クンさん。金属探知機はまだ今焼いてるやつが終わったら作れる。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと先村去ってきます。インケ先生、コンポーネントあったりする？コンポーネント5個あります。貸してみ貸してみ。あの、インケ先生、あの、インケ先生専用シップ。あ、インケ専用シップ。ちなみに燃料もあります。暇人乗ってく？あ、いいね、かっこいいじゃん。燃料も専用っていうのがちょっと気になるけど。インケ先生、運転してみな、これ。おお、やべえやべえやべえ。え、なんか早い。いや、何キロ出るそれ。おお、80。早いな。いいね。まあ、多分船系はおそらくこれだけしか作れないかな。この3種類を使いこなせってことかもな。
まあ、あとは設計図とか、多分設計図で、まあ、ボートの設計図があったから、まあ他の設計図は別のところで漁りましょうって感じかも。であとなんかどうやらねミッションっていうのがあるらしい。マジか。まあでもなんか別にそんなにこう、うんって感じかも。そんな別にやってどうにかなるものじゃないねかも。ところであの帰ってくるとさ、浄水器毎回海水空っぽになってるんだけど、入れてくれる人がいない。誰だ入れてないやつ。バケツ一応作ったよ、鉱石検出器。おこれで行ってきな。ちょっと取ってきますわ鉱石。チャリンチャリーン。じゃあちょっと俺これで全て探知してきますわ。電池がありません。待って、これもしかして電力要素あるかも。バッテリーあんのかな。バッチリバッチリある。バッチリもしかしてどこにある。バッチリ、いや知らん。存在の可能性を。え、これソーラーパネルじゃねえのこれ。バッテリーあるわ。おい、デキオコ、インキャ、インキャ、インキャイニンと、あとデキオコいる？いますよ。4人で冒険行こうぜ。マジにやらせてる間に。え、クロさん、動員ゴッド1個余ってないですか？焼きそうになったら取って、そっから勝手に。今焼いてる最中だから、それ。オッケーっす。それが最後。インキャ戦行こう。クロさん、電子基板って全部取りました？全部取ったし、全部使った。あ、全部ちょうど使ったんだ、ドンピシャで。うん。ちょ、俺も行くわ。これ多分俺残ってもあれだから。ああ、一緒に冒険したいんだ。いや、そう、いや、てか、多分電子基板ワンチャンあると思うから。あ、じゃあ、陰キャ転生が、陰キャ転生専用シップに乗ればいいんじゃない？いや、あの、エンジン、ガソリンがもったいない。俺、あれ乗れない人種かもしんない。俺、ガソリン、あの、残量気にしちゃう。なはは、ストレスかも。あの、そう。ラストエリクサー症候群ってやつ。乗るの向いてないかもしんない、俺、あれ。じゃあ、行くよ、先に行ってるぞ。なんか、じゃあ、はい、どうしよう。どっか遠くに、こっちの方行ってみるか。下の方行きます、上の方行きます、こっち。まあ上の方行ってみるよ。なんかこう、アイアンスカル基地の向こう側に見えるものとか。え、デキさん周り見てみて、みんな武装してて強そうじゃない。うん、これどっちがどっちだ。このフルアーマー誰。あ、これ俺だと思う、フルアーマー。おお、フルアーマーくんさんか。で、水色のズボンが俺。はい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 、うん、オレンジのズボンがが、多分俺。あー、囚人みたいなやつが。でさっき水色って言ったよな、ズボン。違うなと思って今混乱しちゃって今。待って、俺水色って言った。うん。俺ら二人とも困惑したよね、ちょっと。今俺困惑してた今。で、後ろ振り返ったらオレンジ色なんだもん。そうそうそう。あー、これ陰キャさんなのかなってちょっと思って。そうお、見えてきた。見えてきた。ステイトオブサバイブ出てきた。ま、マジでクンさん切れるよ。あ、もうマジで包帯切れたもん。岩井さん、毎回戦闘前に撃たれて戦闘に参加できないの。待って、待って、待って、俺もバンテージないの。そうだよ、今から俺らは中に急いでいく。よし、行くぞ。行きます。最悪、マジでバンテージ。うわぁ、受精。撃ち、撃ち。もう死にました、もう死にました。え、これ敵の大将、織田信長の可能性あり。マジで、マジで織田信長なんだけど、これ。もうくんさん、俺弾一発で死ぬんだけど、体力なさすぎて。いやいや、そういうレベルじゃない、そういうレベルじゃない、そういうレベルじゃない。うん、やばいやばいやばい。ちょっと待って、これできよう。お前生き残って帰れ。あ、なんかでも耐えてる俺。マジ頑張れ。え、今から向かっても大丈夫。え、いや多分とんでもない戦いになる。行けるぜ、行こう。え、これランダムリスポンした近くに分かるの、ちなみに。うん、いや、それはもうゾンビアタックよ。痛い。俺要塞後ろ回り込むわ、水中から。安全に行ける場所あるでしょ。あ、来た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 。でもとんでもない量いるよ、もう。やべ、やつ頭を狙え。撃たれてる。エイムは俺らの方がいい。エイムは俺らの方がいい。だー、裏取ったけど撃たれちゃった。いや、あれって硬くね。硬い、硬い。てか弾落下してるから、これ。いけないで、これマジでシャレになんないから。左組が目の前にいる。マジでシャレになんないから。見えるわ、でも浜辺に。ちょっともうちょっと左、もうちょっと左、もうちょっと左。え、いいんすか。これね、突っ込んでいいんすか。右から突っ込んでいい。左のあの丘みたいなところのところにつければだ、あの銃弾食らわない。やばい、終わった終わった終わった。ごめん、俺死んだかも。やばいやばいやばい。え、敵はどこにいる。もう意味わかんない。今ね、のゲーム、あの草木で隠れたと思わない方がいい。相手全部見透かしてる。そこで弾抜いてくるから。デキオコ、お前も戦力にする。俺が無理だ今から。お前は戦える男にする。あ、一人やれるかも、一人やれるかも。デキオコ、待って、スタミナだ。これ、はい、いいよいいよ。はい、これ拾って。おい、マジかよ。
俺やれってのか。あ、ちょっと待って、弾もいる。はい、10発。いやでもね、弾10発、どうなん、ダメージってなんぼなんそれ。50ぐらい。だったら結構ついけると思う。フルダウン見えねえ。なんかわかんねえとこから抜いてくるから。やばい、逆光で。逆光で見えねえ。見えねえ、見えねえ。もう今、これ今からあの、野戦の始まり。敵やん、これやばい。それ敵、それ敵。突っ立ってんの、敵。殺した、殺した、殺した、殺した。いやもうなんか、みんなでゾンビアダックで叩き潰すしかねえ、これ。右からなだれ込める。よく3発ぐらい弾かれてる、大丈夫かお前。うわぁ、俺一応なんか、アーマーがあるけど、一発耐えれる。見えねえ、見えねえ、なんだ、どこだ、これか。いや、この穴貫通しねえ。死ぬけど、やばい、え、ジャンプピークしちゃダメ、ジャンプピークしちゃダメ、一瞬で殺される。やばい、え、ジャンプピークしちゃダメ、ジャンプピークしちゃダメ、一瞬で殺される。やばい、チサが前に出た瞬間バターンっつって倒れていく。やばい、もうやばい、ガチで一斉に行かない、全員で一斉に。あー、確かに。どうなんだろう、ショットガンで瞬殺されるような気すんだけどな。第一世界大戦みたいになってる。あの、全員で行けば、なんか何人かは死ぬけど、一人ずつは殺せていける、一人ずつは殺せるっていう。だからちょっと、あの、なんか青いボートのところ集合しない、一回。あー、オッケーオッケーオッケー。ちなみにクーさん、黄色いボートの方から一応、岸の横まで寄れますよ、砦の横まで。そこにするか、黄色のボートのところから。今人いるっしょ、多分。もう死んだ、行くね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 、上陸した瞬間、死んだ。いや、むしろここが一番安全かも。この塀だね、この塀。この塀の裏一番安全。おしょ、塀の裏行こう。来た、オッケー、塀の裏来た。ちょっと多分こうやってペインとかやったら、おお、メロ言います。いった、あ、クズさんやられちゃった。いや普通に無理だな。えぐいとこいない、なんかあいつ。ちょっと周り、インケさん大丈夫か、ピークしたらやばいぞ。インケさん、インケさん死なない。あ、もう暗すぎて無理だ。見えねえ、見えねえ、見えねえ、どこだ敵。相手これだって、これ完璧に認知してくれるでしょ、この暗闇を。マジで完璧に言うてる。いやでもこれワンチャン、いや弱くなるんじゃない、寝れる時間になったら。寝る、俺上の一体殺すわ。オッケー、上の一体殺した、上の一体殺した。ナイスナイス。いやこれね、その草木の中にいるんだよね、フレア。え、そう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 、フレアない、フレアはない、誰か。マジ下やさろうぜ、ワンチャン。あ、ピストル弾薬とか入ってるよ、下へ。弾薬あるんだけどね。エンケさんこれ取った？俺もう見えないそれ。あ、見えないんだ。あれ、マジでこれさ、共有じゃないもん。共有じゃない、これも。俺そいつ取ったよ。下に見つけたら、あさりまくった方がいい感じで。一人暗殺。マジで？え、忍者いる。逃げるか。こっち側から回るか。あ、来る。そっから来る。待って、俺ここ行って死ぬわ、これ待って。いや、俺もやばいわ、それ。これ、キー切れんじゃねえってか、これ。あ、なんか、え、よ、月明かりで逆に明るくなった。あ、来た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 。いてぇ、月明かりだ。死んだわ。全然、全然、いや、明るくない、全然明るくない、全然明るくない。いや、もう、無限に行くしかない。え、誰かキーない、誰かキーない。サミ。キー切る、キー切る。さん、行くしかねえ。え、じゃあ一回温まってから、あれやりたい。さすがに、マジ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 。え、今のところ一人でも殺せた？俺4体は殺してるよ。うん、うん、いける。確実に数減ってるけど、なんかね、茂みにいるやつがね、やばい。あー、焚き火作ってほしい。あったけ。暗殺部隊行こう、暗殺部隊、俺。暗殺部隊行くわ。暗殺部隊。うん。暗殺部隊、AI の目はごまかせない。やべえ。いろんなやつがいて、マジで厳しいな。でもまだいるね。まだ結構2、3人いるな。いや、あの、気まじい、そっち側にいる、なんか。そう、一体いるけど、見えねえ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 。ショットガン弾薬とかあるけど。島の西側から上陸すると一気に2階まで行ける。裏技っす。一番西側おすすめ。弾薬回収しに行かないとダメだから。確かに、弾薬回収が必要だな、これ。あれ、ホットバーに弾薬入れればロスないから。ああ、そうそうそう、ホットバーに絶対やばい。え、無塩火薬とかないかな。矢とか持ってない、気まじい。矢持ってないっす。クロスボスね、これ。木材ある？木材ないっすね。これ木材木切れば。もう突撃的木こり部隊みたいですよね、これ。速攻木こり隊。目の前で死んだ俺。暇人こっち来て、こっち来て、暇人こっち来て、こっち来て。皆さん、あ、違います。あの、頭抜かれました。あの、一瞬頭出したら塀から。おわわ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 。行くぞ。
違う、え、どこ、どこら辺、もう、暗くてわかんねえ。弾をちょっと確保しないとまずい。え、暗すぎてガチでわからん。うっ、え、デキさん死んだ今の銃声で。あのね、銃声一発聞こえると一人、人死んでるって思ってた。俺も今死んだわ。バーンって聞こえた。いや、今ね、弾だけ回収できたから、とりあえず戻る。あの、その、だから火の元に集わね、一旦。うわぁ。今死んだね、間違いなく。今死んだよね、今。銃声聞こえたわ、今。あお。誰か死んだな、今また。やばい、怖すぎる。一人、また一人と死んでく。マジその辺いるぞ。え、そうっすよね、今、ちょっと見てるんですけど、ジャンピ。ごめん、やべやべ、シュルシュル、あっ、ぶな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 、今、よう耐えたな、今。キラってどっから撃たれてるかもわかんねえんだよ。ああ。そろそろ朝がやべえ、夜 AI に勝てると思わない方がいい。おごり高ぶった瞬間死ぬ。確かに確かに、ちょっとやめたい。出来よ、行くな行くな、 まだ行かない方がいい、まだ行かない方がいい。朝行こう、朝行こう、朝一気に襲撃。じゃあ2人で行こう、2人で行こう、カバーし合いながら。いや、明るくなってきた、明るくなってきた。夜明け、夜明け、うん、明るい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 。夜明けぜよ、この島の夜明けぜよ。俺ら今から AI に復讐しに行く。え、じゃあ行く。甘えたピークマジで死ぬから気をつけてね。甘えたピーク。このゲーム、そんななんか、そんなゲームだ。いや、マジ、AI 相手にはマジ甘えない方がいい、これ。銃持ちの AI、本当になんか、次元が違う。ちょっとは見せない。いないな。で、今日これ左から行かね。完全に殺されるまでちょっとラグあるね。オッケー、いる、一匹頭出た。どこどこ、マジ何言ってる。茂みでしょ、この。茂みの中。え、てか、そういえばさ、敵のない、このゲーム難易度高めに設定したんですよね。それの影響なの。ああ、行って、そこだ。うわ、でもやれやれ、ちょっと、これ AI しか弾が通せない最強の隙間。ちょっと待って、おわ、ね、あるよね、うん、こっちは弾通んない、小穴から相手通してくる、ね、相手弾通してくる、マジで。ちょっと待って、多分、イニンの2階に行けるホットスポットみたいなところ行って、そっから進行しないと正面から無理じゃない、これ。やばい、多分そっち側、多分ね、そっち側の殺せる敵は全部殺し尽くしたから、別方向から見ないと多分勝てない。あとね、相手のショットガンの精度おかしいんだよな。なんかパレット一発当たるだけで体力めちゃくちゃ減る。相手のショットガンの威力おかしい。いた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 。ユニどこ？島の西側っていうか、まあ、ちょっとそっち側立ちますわ。あ、ほらほらほら、ここここ、ここはマジでやばい。これこれこれ、見て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 。うわ、マジやった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 今の。マジで、あいつ一発入れたわ。じわじわ殺せる。いやいやいや、そのハンドガン結構当ててる。殺せる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 。やったんじゃねえ、やったんじゃねえ、今のでやったかも。やったやった、頭当てた、殺した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 。結構死んだね今の一瞬で。うわ、まだ一匹。あの、ま、どこから狙撃された。木の上にいたりするこれ。そんなことある。リロードのタイミング狙う、マジで。いや、辛いか、あれ。これリロードとかあんの。いや、ちゃんとリロードのタイミングある。OK、殺した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 。マジで、なんか上にいるわ。あの、分かる、見えるかな、あれ。見える見えるけど、弾通んねん、あれ。ちょっと待って、あ、通ってる通ってる、俺通ってるわ。あ、当たったら当たる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 わ。岩地さん、見える。インケさん、俺行ってくるわ。行くぞ、行くぞ。なんだ、岩地、ごめん。いや、多分上死んだ。皆さんたち、俺らが撃ってるやつ死んだ、上は。あと2回、あと2回、あと2回。おい、2回2人いる、2回2人いる。こんな難易度のゲームじゃねえだろ、絶対これ。やばい。まあ今1人殺したかも。あ、2人、3人いるわ、これ上。あ、1人殺した、あと2人。ノイス？いや、でも、いいね、今俺に対して。うわ、死んだ、ごめん、どっかいる。ごめん、まだどっかいる。巨人の撃ってきたのが、多分なんか2回かなんだと思う。1回か。いや、1回、いや、いるいるいる。見えた見えた見えた。闇に紛れてるやついるよな。こいつら絶対撃ったけど、これ多分あれだよね。勢力あるよね、これも。ある。スレイバーズ。多分、はいはいはい、スレイバーズっていう勢力だと思う。スレイバーズがこれ多分、努力高めなのかな。待って、俺の方を撃ってきてくれてるから。あ、撃たれた。そうそう、そいつ殺したいよね。見えねえんだよな、そいつが。全然わかんない、どっから撃たれてんのか。いや、多分2階のね、なんか板の間から撃てんので、ね、敵3人いる。うわー、2階3人います。グレネードあったらマジで最強。いや、こうノルマンディですか。だからもう本当に上位な、死体がエグいんだけどね。2階に行ける場所見つけたわ。戦いすぎて、このゲームめっちゃ水綺麗だな、今俺が。マジ
クリスチャー、クンさんが仲間なんでここにいるんだと思って。いや、間から撃てる、間から撃てる。ナイスナイス。しましまだから上上がり、俺上上がるよ。ナイスナイス。え、だいぶやった、だいぶやった。ここ、ここ全滅したかも、この上。まだ、まだ、違うわ、あれ味方だ。待って、俺だよ、俺だよ。おい、これ全滅したよ、これ絶対全滅したよ、これ。マジで、ね、一瞬クンさん敵に見えるんだよね。マジでそう、反射で撃ったら。みんなマジでさ、なんか派手な色の服着ようぜ。え、俺とかめっちゃ分かりやすいっしょ。え、なんかもう明らかにいいものが入ってる箱あるんだけど。そう、こういう箱マジでうめえやつあるから。おいしょ。あ、すっごい、なんかやばいのあれ。上に、上にやばいのあれ。この前壊してほしい。もしかしてさ、え、まだ重生し、まだ重生し、まだ重生しない。終わったはずだろ。いるいる、普通に1階にいる、普通に1階にいる。1階はず。よし。え、この中？本当に、いや、もう殺した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 、死んだ、危ねえ。やったやったやった、終わった終わった。あまりにも犠牲が多すぎる、今回の戦い。死骸漁ろうぜ。いや、漁りまくって漁りまくって。あ、弾薬箱ありますよ、くんさん、ここ。もうね、無限にある、無限にある、無限にある。漁りましょうか。あ、あ、銃の部品と現代のピストル。あの、軍用バックパック入手しました。設計図。ポリスヘルメット来た。設計図ある、設計図が。え、これ、これ適当に？なんか、近接武器持ったおっさんいる。近接武器持ったおっさんいる。あ、いや、おっさん、これ敵だよ、これ敵だよ、敵だよ、これ。え、みんな銃持ちだったのに。いける。銃持たせてもらえなかった。死んじゃう。かわいそう、かわいそう。え、硬すぎだろ、こいつら。何発銃耐えるんだ、倒した。これ、やー、すげえ、これ良さそうだな。壊れたタクティカルヘルメット。死骸漁ってるだけで持ち物満タンになりそう。確かに、持ち物は、いや、まあまあ、まあ、運搬すればまあ。あ、てか、待って、ここの島めっちゃ鉱石ある。待って、ドアあるじゃん。めっちゃ鉱石あるよ、ここ。あのさ、もしかしてさ、これさ、インベントリーさ、人によってバラバラじゃね、これ。あ、そうですよ。敵の死体もそうだよね、多分。あー、全員漁んとかも別々なんだ。だからなんかもう全員漁んないともったいないよ、ね、なんか壊れる系の木とかは共有だけど。そうなんだ。なんかピストルの弾薬めっちゃあるけど、ピストルって使ってる人いる？いや、使ってるっていうかね、まだね、まだ作れてない。壊れたものはいっぱい手に入る。だからまあそれを直す、そのテクノロジーを解放すればいいから。そうそうそう。まあとりあえずゴムとかそういう基礎資源が足んないから、うん、集めたらとりあえずあの船に入れてちょっとやろうか。あ、クンさんが今入れてんのか。あ、入れてる。あ、俺の手こぎもあるよ。あー、OK、そう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 。いや、もう割と、もういっぱいかも、このボート。誰か往復しないといけないかも。まあ、スタック分だけとりあえず入れようかな、俺っつって。だから、一回帰って、もう一回来るみたいなことしないといけないかも。いや、すげえな。大戦争だったな、マジで。いや、ほんと。いやー、もう持ち物がいっぱいだ。一回帰らないと無理かも。で、一回これ船返すよ。誰が乗る？うん。あー、俺帰る、俺帰る、俺帰る。あ、だから帆船。帆船返すか。帆船俺らが一緒に帰れば。待って、インキャ先生乗ってく。インキャ先生乗る、インキャ先生乗る乗る乗る、俺。帆船俺らに返しますか。はい、あーさーす。さよなら。ふぅ、一回 GG でーす。GG。